ガールたちとはぐれちまったじゃん。ああ、よりにもよってあの中で一番弱そうなやつを引いちまったぜよ。お前はさっきの音の四人衆、東門の機動丸。音？それじゃあお前らオロチマルの一味ってわけか。わざわざそっちから来てくれるなんて、探す手間が省けたぜ。雑魚が舐めたこと言ってくれるじゃねえか。なんなんだこいつ、体が変化していく。てめえはすぐに遊び倒してやるぜよ。言っとくが、俺は甘くねえぜ。てめえじゃゲームにならねえ。来やがれ。いざ尋常に、一本目、始め。俺がこんなとこで負けるわけないじゃん。こいつ思ったよりも手強いぜよ。だから言ったじゃん、甘くねえってよ。ちっ、これから楽しくなってきそうな感じだったのに、タイムオーバーぜよ。タイムオーバー、何のことだ。お前らが知る必要はないぜよ。逃がさねえぜ。お前にはオロチマルの居場所を吐いてもらわなきゃ困るからな。うちとやり合うことになるなんてよほど運がねえみてえだな、てめえも。言ってくれるじゃない、その言葉そっくりそのまま返してやるよ。生きがるなよこのカス女が。てめえはうちにぶち倒されるしかねえんだからな。うるさいやつだなお前。口喧嘩することがお前の得意技か。いいからとっととかかってきな。この雑魚が後悔させてやるぜ。私を舐めるんじゃないよ。厄介なやつだな。いざ尋常に、一本目、始め。はっ、やっ、ほら、早いわよ。ほら手回り。相手が悪かったわね。こいつなんて厄介な術持ってやがんだ。なるほど、遠距離から笛の音を使っての現実か。けど種が分かれば大したことないな。攻撃と守りを一手にやれるのかよ。うちにとっては天敵だなこの女。やっとわかったか。私を前にして笛の音が届く程度の距離で安心して隠れてるつもりなら甘いんだよ。時間かよ。ここは尺だが一旦引かねえと、うちはサスケを連れて行けなくなっちまう。うちはサスケ、あいつをどうする気だ。
さあな、てめえで考えな。とにかくてめえをぶちのめすのはこの次だ。それまでは見逃しておいてやるぜ。お前状況を見て言ってるのか。このまま逃げられると思うなよ。やれやれ、どんな奴が相手かと思えば、こんな砂しか使えんクズが相手か。砂漠のガーナ、大層な通り名がついてはいるが、噂の絶対防御とやらも果たしてどんなものか。まあどうであれ、お前も所詮は俺の食事でしか。おしゃべりなやつだ。何？自分の力を示したければ戦って示せばいい。ごちゃごちゃとうるさいやつだ。カスが、いきがりやがって、思い知らせてやるぞ。さっさと来い。食事の時間だ。いざ尋常に、一本目始め。消えろ。まだまだ。消失剣。しない。俺にとって土を砂に変えることなど造作もない。なるほど、それで俺の術が効果なかったわけか。砂漠のガーラという通り名は伊達ではないようだな。分かったのなら、オロチマルについてさっさと教えてもらおうか。ふん、残念だったな。時間切れだ。俺たちは木の葉に向かう時間なのでな。木の葉だと？お前はいずれ俺の食事となってもらう。それまでせいぜいチャクラを溜め込んでおくんだな。この俺から逃げられると思うなよ。カンクロ、なんだよ、こいつを追いかけてきたら合流できたぜ。なんだてめえら、一人も片付けてねえのかよ。お前もだろ。それにゲームはじっくり楽しむものだぜ。何がゲームだ。てめえのその遊び好きの性格は見ててイラつくんだよ。タユヤ、あまり仲間を悪く言うものじゃない。いちいちうっせんだよ、てめえも。何よ、こいつらチームワークボロボロじゃない。これじゃさっき以上に楽勝かもな。行くぞ。ゲームにならねえ。さっさと来い。いざ尋常に。
始め。さっきよりも全然強えじゃん。チームワークが悪そうな割に動きがぴったり揃ってるなんて。俺たちを甘く見すぎてたようだな。俺たちは本来オロチマル様の護衛のために存在しているエリートだから、チームでの結界や防壁の忍術、呪印、封印術に長けてるってわけぜよ。なるほど、そういうことか。そういえば、こいつらこの葉崩しの時も三代目ホカゲとオロチマルの周りに結界を張ってたらしいな。つまり見た目は仲が悪そうでも実際はチームワーク抜群ってことかよ。そういうことだ。バラバラで戦っていた時にうちらを何とかしておけばよかったな。これで俺らの方が圧倒的に有利になったぜよ。ここでお前らを遊び倒してやる。残念だがそれは無理のようだ。なんだ次郎坊。俺たちはここで時間を食いすぎた。もう木の葉へ向かわなくてはならない。そりゃないぜよ。あと少しだけやらせてくれよ。我慢しろ。てめえがいなきゃうちはサスケに薬を飲ませた後結界忍術ができなくなるだろうが。薬？結界？何のことだ。お前ら懲りもせず何考えてんだよ。ち、分かったぜよ。お前らとのゲームは今度の楽しみに取っておくことにするぜよ。忍法雲縛り。やられたか。あいつら、この葉、うちはサスケとか言ってたな。ということは、行くぞ、この葉の里へ。あいつらが本当にオロチマルの手の者なら、この葉の里へ行けば何かわかるはずだ。確かに。もしかしたらオロチマルも、この葉の里に現れるかもしれない。じゃあ、すぐにこの葉の里に向かうじゃん。見つけたじゃん。ほんと手間取らせてくれたわね。
砂隠れの忍びか。この間は世話になったわね。あの時はよくも俺たちを騙してくれたじゃん。散々利用してくれた礼はたっぷりしてやるよ。あなたたちで私の相手が務まるかしら。いくら主格の力を持つその化け物の子がいてもね。こいつ好き放題に言ってくれるじゃないか。ならその化け物の力、今度はお前が味わってみろ。虚しいやつだ。邪魔はさせないわよ。いざ尋常に始め。転生したばかりで体が馴染まないみたいね。ここまでだな。覚悟するじゃん。もう勝ったつもり？悪いけどそれはとんだ間違いね。口寄せの術。下がっている。ガーラ、砂漠級、砂漠早々。おお、助かったよガーラ。逃げられたか。でもあいつなんでこんなところにいたんだ。またこの歯崩しでもやろうってのか。あの三人も言っていた。うちはサスケがどうこうと。つまり狙いはうちはサスケか。なら今回の中忍試験の会場に行けばオロチマルや奴らが現れる可能性が高いってわけじゃん。急いで中忍試験会場に向かおう。五代目火影のあんたと戦わなきゃいけないんだよ。疑っているわけじゃないが、お前たちの力を試しておきたくてね。なんだよ、自分で援護要請を頼んでおいて私たちの実力を信用してないのかい。そうは言ってはいない。さっきの中忍試験の資料でお前たちの実力は十分に分かっている。特に砂漠のガーラ、お前の実力には並外れたものがある。だがことがことなだけに今回ばかりは私も慎重にならざるを得ないのさ。いいだろう。
ガーナ。俺たちの実力を好きなだけ試してみるがいい。虚しいやつだ。私が勝ったら有金全部もらうからね。いざ尋常に始め。まだまだ。まだまだ。消えろ。お前たちの実力はよくわかった。改めて五代目火影としてお前たちに任務の援護要請を頼みたい。よろしく頼むぞ。はあ、なんだか砂隠れの里にもいつの間にか妖精が行ってたみたいだし、なんとも忙しいことじゃん。ま、任務は絶対だ。やるだけよ。行くぞ。